主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。水野月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。はい、さあおもれき始まりましたよ。さああのね、うん、この間僕のおじいちゃん死んじゃいました。ああそれはご愁傷様で。つうかねもうあの認知症がひどくって。ああ前おっしゃってましたね、うん、もういつ行ってもいいみたいな気分もありまして。まあまあまあね、うん、でねあのまあ老人ホームに、うん、まあ、最後は入ってもらってたんだけど、はい、あのそこの老人ホームさんは母体がお寺さんなんですよね。ああ寺が、うん、寺があるね、うん、そういうの、うん、でどこだろう、浄土真宗かな、あ真宗系、うん、か、まあ、禅宗かなんかです。まあちょっとそのエリアでは有名なお寺さんなんですよ。大きなお寺さんで、で、まあ、亡くなったんです。でね、はい、うちのおじいちゃんってねクリスチャンなんですよ。あそうなの、うん、意外と。でまあいろんなことがあって、まあ、入信してしたんだけども、何会とかよくわかんない、イエズス会とか、えクリスチャン、キリスタン、まあまあなんか、まあ、ポピュラー系な。あそうですか、うん、で、うん、若い時からずっと。いやいやいや再婚してから。あそうですか、うん、奥さん再婚相手さんがそっち系の方 で、ね、うん、で信者さんになって、おでおじいちゃん亡くなって老人ホームから遺体が遺体ね、はいはい、お家に帰ってくるのよ、うん、で、で来てそしたら神父さん牧師さん、これも宗派によって呼び方が違うんだって ね、うん、でまあなんかそういう人が来てくれて、はあ、賛美歌歌うのよ。へえ。で結婚式の時にさ慈しみ深い、ああありますね、みなるイエスだって、はいはい、あれ歌ってこれ結婚式の歌じゃないのとかしか知らない、はあはあ、僕的にはびっくりで、うん、で一回ちょっとそういうのでなんか見に来てくれてみんなで賛美歌歌ったので、その後老人ホームの人が、うん、あの挨拶に来てくれたのでもあっちは仏教でしょで葬儀屋さんの人がね、あのもしかしてお経唱えてもらえるかもしれない、お経をだから神父さんか牧師さんが帰った後、はい、今度ご証拠を出して、はあ、家の中急に線香臭くなって、へなんか忙しかったんですよ。で葬式もね、はあ、教会でやりました。ああそうなんですか。うん、で今度葬式はで火葬場に焼きに行くでしょ。はあ、そしたら今度その今から焼きに行くとき最後の本当のお別れになるじゃないですか。はい、この肉体とね、はいはいはい、そこでみんなでまた賛美歌を歌うんですよ。うん、で隣でね。違うご家族の方、亡くなったお葬式やってる方が焼きに来てて、はい、僕は仏教徒なんですよ。そうね、こっちは賛美歌でわーって歌って、うん、で向こうはジロジロ見てくるし、なんか珍しいからね。まあね、あんまり遭遇する機会ないよね。うんうん、ね、うん、なんかちょっと個人的に新鮮なお葬式で、うん、なるほどね。で、本当ごくごく身内だけでやったんで、うん、まあ、地味シンプルにね。まあ、楽ですね、大げさにしなくって。まあね、うん、今楽ですね、うん、で僕が死んだ時は盛大にやってほしいなと思っているんですけれども、それなりのね遺産を残していただければ。ああナイス、体一つで死なれてもって話なんですけど、うん、まあ、じゃあそうした時このおもれきの過去配信を全部流しながらちょっと水月さんもちょっと天国までちょっと添えで来てってもらわなきゃいけないけど、一緒に燃やしてあげますよ。でもそれ燃やすとその水月さんの声も入ってるから、水月さんも本当に連れてかれるかもしれないから、うん、葬式で流すぐらい。さあさあそのね亡くなったおじいちゃんなんだけど、このおもれきの本当最初期の頃に、はいはいはい、今春の思い出という、ね、うちの祖父の回想録ですね、はい、亡くなるどうだろう10年ぐらい前かな、
かかったんだね。本当にもう認知が入ってきてたんだと思うの。あ、もう少し。うん、ね、あの、遡ればね。うん、で、あの、で、まあ、うちの祖父は台湾の方で、あの、終戦を迎えた。先生でしたよね。学校の先生やってたので、はい、あの、で、その、回想録で、台湾の南部の都市、広州。で、ずっと戦前は、戦前戦中過ごしていて、その回想録をね、ちょっと紹介した回は、本当初期ですね。うん。かなりね。だいぶ、そんな気がします。あります。で、うん、その時はですね、戦後、昭和20年8月15日から内地に引き上げてきた時のエピソードを、紹介したんです。そうやったっけ？そうなんですよ。で、台湾に渡ってから召集されてっていうようなエピソードは前回はやらなかったんです。ほうほうほう。なのでもうじいちゃん死んじゃったから、おじいちゃん追悼番組で、はい、広州の思い出、戦時中、戦前、戦時中のそのエピソード書いてあるのを今日は紹介しながら。戦中編ですね。戦中編ですね。うんをね、ちょっと紹介していきます。ページ数的には5、6ページかな。うん、で、ちょっと読んでいきますね。はい。はい。台北師範学校を昭和19年3月に卒業し、うん、赴任校は、台湾の最南端の高雄州広州郡広州街の広州小学校だった。うん、まあわかんないですよ。広州っていう町が台湾南部。あ、じゃあ高雄か。高雄っていうのは。高雄周辺の高雄市、まあ都道府県みたいな、ね。ですね、うん。うん。そういうとこにあったんですね。で、4月に赴任したが、若い男の教員は僕一人で、3、4年生の唯一複式学級の担任となる。うん、ちなみに祖父は昭和、大正15年生まれ。ああ、はいはいはい。でだから、なんていうの、今で言うと高卒ぐらいの扱いなんですか？ 18 区で、そうや。師範学校出てるんですよね。ね。で、すごいね、20歳ぐらいで先生になって、担任の先生になっちゃうの。今見るとちょっと怖いですね。まあ今とね、ちょっと学校の制度が違うから。違うしね、うん、教育も違うし、はいはい、あの、人間形成も違うしね。はい、その当時の、担任児童で、小森美希恵さんは、大阪に引き上げ、現在も年賀状の交換をしている。へー。その他、写真館の諸田さんとかもいたが、現在は音信不通である。うん、なぜこの二人だったんだろうか。印象に残ってるんでしょうかね。まあね、年賀状が来てるからじゃないの。最初の教え子でも写真館の諸田さんは音信、あ、最初はやり取りしてたけどだんだん音信不通になっちゃうのかね。うん、まあそんなもんでしょうね。うん、で、このね、祖父が亡くなって祖父の家へ行くじゃないですか。はい、そしたら祖父はあの写真を撮るのが趣味で当時から。ああ、じゃあそういう付き合いなんじゃない？写真家。ああ、なるほど、そっか。うん、で全部写真残ってるんですよ。へえ。すごいね。士官学校台湾に渡る前の地元の写真とか、うん、もうそれなりに残ってて、へボロボロのアルバムをちょっといろいろ見てきてね、もしかして後から出てくるかもしれないけど、あの高砂族。台湾の原住民ですね。の人たちと一緒に写真撮ってたりとか、そんな写真もあって、借りてこようと思ったんだけど、持ってくんのが重かったんでやめました。はい。じゃあ続きいきます。担任後、翌年の2月に兵隊検査を受け、第2乙種合格となった。最もいい成績は、講習合格で、うん、次が第一、オツス合格となり、自分は3番目の第二種、オツス合格で、身長、体重が少し不足していたのであろう。うん、戦争中でなければ、講習合格者だけが入営していたと。うん、
いうそうですね、はい、兵役検査ってやつですか。まあ、徴兵ですね、徴兵検査、まあ、兵役、うん、これは、まあ、この祖父はこの頃二十歳ぐらいだったから、うん、呼ばれるわけね。全員ね、検査は全員受けなきゃいけない。検査はまず全員です、ね、あれってさ、スポンポンになってさ、うん、なんかなんかチンチンとかお尻の穴とかいろいろ検査されるんでしょ。地持ちはほら馬に乗れないからダメだとか、まあ、おちんちんとかほら性病を持ってると、あの中でね伝染しちゃうから、まあ、そういう検査は結構厳密にしたみたいですね。恥ずかしくないのかね、あのそういうの受けた、まあ、男ばっかりだしって、まあ、恥ずかしいだろうけど、そんな羞恥心を持つようなのは日本国民じゃなかったのかもしれないですね。調べるのも軍医だしね、軍人が調べるから。いや今でこそね、温泉とか銭湯行ってね、うん、平気でねすっぽんぽんでブロウロチョロウロチョロできるようにね、うん、なりましたけど、この二十歳頃の頃ってしっかりちゃんとタオルで前を隠してとか、あそういうあれとは違うんじゃない。もう本当に機械的にザーってるか、そんなこと言ってらんない。今言えばね、その人権だなんだって、いちいち一人ずつ隔離してやんなきゃダメでしょ。自慢できるものがついてたら別にいいんだけど、あ、うん、そうじゃないんで僕のは、まあ、大きさ見るわけじゃない、だけどだけどなんか視界に入ってくるじゃん。なんかそれがレッドがあるタイプだから気になっちゃうんですね。でまあいろんなその検査を受けるでしょ、うん、あのこの懲役検査で徴兵検査で、うん、座高って測ってたんでしょ昔。あ、どうなんですかね。で僕らも身体検査で座高って測ってたから、あれ廃止になるんだって。あ、そんな言ってたね。意味ないんだって。行虫と行虫検査もなくなる。行虫の検査と座高がなくなるって言ってたね。そう、なんか行虫もね、あれ行虫飼うと痩せるっていうね。本当に国の腸の中でほら行虫がこの栄養を半分取っていくから。本当かよ。でそれね、なんかしあの会ったことのあるお医者さんが、はい、自分で人体実験して幼虫飲んだんだって。でお腹下してすぐ流れちゃったって言っちゃいましたね。難しいですね。で、その徴兵検査は、うん、高乙兵とかっていう風になる。高乙兵って棒まであるのかな、うん、5段階、4段階か5段階ですね、うん、で高が一番優秀、そうですね、兵隊さんに向いている。体格も良くて、その兵役に一番耐えられる。で次がオツで1段階2段階あるんだね。みたいですね。でうちのじいちゃんは第2種オツ種、うん、合格。分かりにくいね。なんでこんな高オツ兵なんだろうね。言いにくいね。身長体重が少し不足していたぐらい。で戦争じゃなかったら。公衆合格の人だけだった。まあまあそうですね。もう普通の平時であれば、まあ、公衆も全員じゃないですかね。でまあ戦中もう末期ですね、昭和19年の話ですから、ね、この時期だったら根こそぎでしょうから、うん、やだね、怖い。どんな気持ちだったんでしょうか。じゃあ続き読んでいきます。太平洋戦争の最中、太平洋戦争の最中なので、うん、第2種オツ種合格者でも現役兵として入営しなければならず、うん、親も兄弟もいない土地で、しかも戦争で負傷し動けなくなった時の自分が日本人である証としても、また別に多くの人々に自分の武運長久を祈り守っていただくためにも、日の丸の旗に寄せ書きをしてほしくて、数少ない高春の雑貨屋へ旗を買いに行ったが、すでに売り切れで買い求めることができなかった。やむを得ず少し大きめの白いハンカチを買い、血染めの日の丸を作ろうとしたのである。自分の小指をナイフで切るのも随分決意のいることで、なかなか切ることは痛いし恐ろしく傷つけられなく、何度か目にうっと、
右手に力を入れたらナイフで左小指の上部を切ることができ、血がどんどん流れ出てきた。一滴も無駄にしないようにハンカチの中央に丸く血を塗ったのだ。もちろん一回にそんなに多くの血が出ないので、指を右手で押し血を絞り出しては日の丸の円を描いたものである。したがって今思うとそれほど愛国心に燃え、新国日本の砦になろうと考えた軍国青年であったのである。血染めの日の丸を作った翌日、学校へ持って行き、校長先生や教頭先生および若い女の先生にもそれぞれ名前や一言書いてもらったのであると。ほう、まあともかく兵隊に行くことがもう決まったんでしょうね、これは。入園は決まったってことですね。決まって、うん、でうちの祖父は田舎を出て師範学校に行って、でそのまま現地で教員になった。はいはいはい、台湾でね、はい、うん、三重県から師範学校、なんか師範学校ってただなの、授業料。ああそうですね、基本、うん、あれですね。でも入るにはなかなかの、まあ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 、入試が大変みたい、ね、それなりね、うん、でだからそれ行けたケリーさんのおじいちゃんは賢いのね。まあ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 、うん、まあね、まあ、校長先生までなったからね。そうですね、うん、でで、まあだからなんていうんですか、なんか見るね、あの兵隊さんが日の丸に寄せ書き書いてもらってるやつで、まずその前に日の丸を用意しないといけない。そんな日の丸って売ってなかったんだ。まあ、物資がなかったんだね。まあまあ台湾のね、多分それなりに地方だからなかなか乏しかったんでしょうね、うん、そういうも。今でもどこで買えるの？国旗って。日の丸ね。うん、雑貨屋に売ってんのかな。雑貨屋ってジャイアンの店に行ったら売ってるの。そうそうそう。ね、適当な国民なんで、ちゃんと休日に日の丸をあげることも私は。してないので。ああ、旗屋さんっていうのはあるけどね。あるけどね。なんだろうかね。だったらユニオンジャックとかさ、かっこいいじゃん。ダメ？そういう意味じゃないでしょ。で、どう、よくやるよね、自分で。こんなんてよくみんな考えてするもんなんだろうか。いや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 、なかなかね、生々しい話ですね。でも、その当時のさ、その国民性とか、こういう教育をね、受けてきたら、こんなことでもしてでもって、まあなんか ね、思うところは終わりだったんでしょうね。うん、ね、軍国青年だっただろうねって自分でも言ってますね。で、そうね、でも寄せ書きをしてもらった日の丸って見たことあるね。よくありますね、あの。で、最近もニュースで見たけど、その敵国と戦って死亡した兵隊さんの日の丸を戦利品として、ね、向こうの兵隊さんが持ってって、で今里帰りしたって話ね、させたいんだけど、ね、うん、でもなかなか見つかんないっちゅうね。ね、あれだけ名前とか地名とかあったら帰りそうなもんですけど、ね、でもその親族がもういなかったりとかってもあって、迷子になったまんまのもあるみたいね。ねえ、もう何十年も、ね、何十年前ね。そうだね。ねえ、だから書いてもらえるだけうちの祖父も書いてもらったでしょ。なんて書くの、何を書くのこれって、頑張れって。文長久とかよく書いてある。ああ、文長久、さっきも出てきたね。文、うん、長久って長く久しく、まあ戦いね、その戦い続けられますようにみたいな、戦えるようにっていう話でしょうね。まあそうやった流行りの気分を盛り立てるような、今だったらガッツ出せとかって、だから今ならね、そうなんでしょうね。やだよ、日の丸のこの人にガッツとか書かれてるとちょっとなんか品位が、まあ感じが似合うね、安っぽくなりますね。そうそうそう。はい、じゃあ次いきます。はい、いよいよ明日は入営する日という日、うん、校長先生が夕食に招いてくださり、家族の人たちとお別れの会を行ったのは、めぐみさんって名前なのかな、めぐみ校長として部下を送り出す気持ちの表れであったのだろうか、う
自分としてはやはり親兄弟との別れや激励が欲しかったのは言うまでもない。ほうなんかどうなの、台湾はこんなお別れ会するぐらい少々まだ食事事情は内地より良かったのかな。まあね、でも地方なら別に内地でもそれなりにそのね、贅沢三昧だけにはいかないでしょうけど、まあちょっとした宴ぐらいはできんじゃないですか。校長先生は徴兵に行かないの、戦争に行かないの。まあ年齢的な問題じゃない。何でもさ、今60歳定年ぐらいじゃん、うん、この頃って50歳とか55歳とかじゃないの。ああ定年ね、どこだろう、うん、もう若いじゃん、うん、まあ、でも特定のやっぱり職種によっては徴兵がないとかね、まずその順番は下っ端から来るんでしょう。そうですよね、うん、じゃあさこれさ、もし今もまだそういう制度が兵隊行く制度がさ、うん、あったらさ、うん、ケリーさんは福祉の仕事してるけど真っ先に呼ばれるかな。あどうでしょうね、うん、いつも思うのよ、こう怖いじゃん兵隊さん行くの。もう大丈夫でしょ、もう なんで年齢的に、あ年齢制限あるの兵隊。いやそりゃだって若いやつからとるでしょ。え若いよ40過ぎ、まあそういうことケリーさん17だから。いやそこまで行ってないけど、うん、あもう中年は行かなくていいの。だってそんなの戦場連れてったってぜいぜい言ってました。うんぜいぜい階段登るだけで息切れるの。さっきも電車でホーム乗ろうと思ってさ、うん、あ上がったらなんでエスカレーターないんだって腹立ったぐらい同期しますよ。求心いる求心。ああそう現役の徴兵はないんじゃない。うーんでもじゃあいいわけじゃないけどね、うん、はい。さあ翌日、はい、高雄市の高雄公社機関訪中隊に入隊した。しかし入営したその日からアメリカ空軍の空襲が激しく、訓練の途中で防空壕、過去タコ壺へ避難することが多かった。ある時にはタコ壺の5メートル範囲にアメリカ軍の落とした爆弾が3発も破裂したことがあった。その時はこれで自分の人生も終わりかと思い、大声で、防空壕の中で、軍人直輸、直輸である、うん、一つ軍人は、ごめんなさい、一つ軍人は忠節に尽くすことを本分とすべし、うん、と叫び、自分の恐怖心と戦ったことが忘れられない。うん、だそうですね。へぇ。入隊したその日から空襲、あ軍事基地だから空襲のターゲットにはなりますわね。それはなりやすいでしょうね。だからもうその日から爆弾降ってくるんだ。うーん怖い。防空壕をタコ壺となんか呼んでたみたい。まあ厳密に言うと多分タコ壺ってのは要するにこうなんていうの、縦穴で、ね、そこに入ってまあね。そんなんで屋根開いてるじゃんね。そう穴ぼっこに入るだけで。でもね僕もねこのタコツボっていう言葉を使ってたのを覚えてる、うん、祖父がおじいちゃんがこの戦争の話をするときに、うん、ちょっと続きで僕もね小学生の時によく聞かされた話が出てくるんですけど、覚えてる話が出てきます。ちなみにあれですね、これ陸軍ですよね。ではその辺は聞いてない、書いてないし分かんないです。放射法だから多分陸軍でしょ、ね、放射法、うん、そうだね。陸軍海軍ってさあるじゃんか、はいはい、あれってどっちか選べるの。もう赤髪が来るとそれって何、陸軍省とか海軍省が勝手に選んでくるの。ああ、まあある程度志願制でまあ行きたいのもあるし、あとはまあ基本的に各軍隊から地方の役所に陸軍に何人ください、海軍に何人くださいっていうのが来るん で、うん、でそれをその役所の人が
また選んで。あ、てじゃあ適当な、まあ、ある程度適性とか見るみたいですよ。やっぱりこの人はこういう技術があるからこっちがいいだろうとか。あ、はい、うん、でじゃあなんていうの、その検査受ける入兵徴兵検査受ける時とかに、うん、そういうのもさ、陸軍がいいとかさ、飛行機乗りになりたいしとか。ああ、まあ志願とかね、あるんでしょうね。あのほら、ごちそうさん、朝ドラのごちそうさんでさ、はいはいはい、あの主人公のめいこちゃんの息子は海軍に志願して、志願してましたよね、入隊する。あれでも徴兵じゃないよね、うん、自分から志願してるから、それはできるんだ。うん、でも、ほら、もうこんな戦争末期の頃になってくると、うん、まあ、どうなんだろう。みんな、生き急いで行くの、あれって。あの、朝ドラ見てるとさ、不安げな顔していったりさ、もうで、軍事、あの、軍国少年、軍国青年になって、うん、行ってきますっていう人もいるじゃん。うん、まあ、結構やっぱり現実的な駆け引きとして、うん、やっぱり徴兵で行かれると、それこそ最低の一兵卒からなるけど、はいはい、例えばもうどうせ取られるんなら先に志願しとけば、ちょっと上から出れるとか、出世が早いとかあるから、うん、まあ、その辺結構ね、生々しい、その庶民なりの知恵があって、うん、そのいろんな動機っていうのはあったんでしょうね。うちの父は呼ばれた方だね。はい、じゃあ続きいきます。自分の周囲は黒煙と砂ぼくる。番組の途中ですが、収録内容が長くなりましたので、今回はここで終わりにします。続きは次回の配信までお待ちください。それではまたお会いしましょう。さようなら。